こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。猪狩周平です。ゆうじです。アシュです。林人です。今日はテレビとか雑誌とかでは絶対に聞けないインタビュー、ということで今日はオーラルシガレッツの拓也さんに来ていただきました。お願いします。来ましたよ拓也さん、ね、ありがとうございます。いや、ほんまにこんなに見てましたけど、はい、マジでこんなに緩い感じだと思ってなかったっす、ね、そうですね。あの勘開けるすか、あのスタートしたら普通みんな黙るんですよね、はい、あのスタートしてみんながカンプシュって開けない一応ゲストでしょ。あ、すいません、僕の方が欲しい多分タクヤがあの俺の YouTube の中で一番出てくださいっていう意見が多かったと思います。え、マジっすか、うん、えー、このインタビューやる時も、こう Twitter でもタクヤさん出ないんですか、タクヤさんはっていうのが一番多かったと思う。確かに。でも俺もなんでずっと呼ばれてへんのやろなと思ってましたすいません、ちょっと遅れてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今ほんまポルノ超特急の出番終わってマジ5分後ですこれ熱い熱い熱いよ、熱い。ほんまごめんな、ダウン着てますもんねそう、全然違うんですけど、あのこの短時間でちょっと拓也やってくれるということなんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あのほんまにね、緩い部分と、いやそれ聞くみたいな部分、ちょっとお客さんから結構質問募ってるんで。マジっすか。俺でもなんか一回あのケンケンの回見たんですよ。はい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 。あれでめっちゃ怖なってあんなに体張らなくて大丈夫彼が特別なだけで、はい、まずですね、すごいこれ一番上に書いてますけど、はい、単純に S か M かどっちですか。あ、 M ですね。早っ早いね。全然 M っすね。理由もって書いてますけど、僕弟なんでやっぱ可愛がられたいみたいなとこあるんですよ。ああ、なるほど。で、なんかあの年取れば取るほど M になって言ってるなんつうんですかね、変な意味でやっぱこうデビューした時とか、はい、あの東京上京してきたタイミングってめっちゃ多分ギラギラしてたんですよ、だからもう獲物どこじゃみたいな簡単に今度答えてくれるの全然僕大丈夫です。そのオーラルのイメージ的にそういうのあんま良くないんかな。いえいえ、全然大丈夫ですよ。あ、全然いいよ、うん、だからめっちゃ S やったんですよ僕多分最初。あ、昔、うん、でもなんか年重ねるごとにもう、あ、もうどうぞどうぞどうぞっていう、あのこうしちゃうと本当に夜の話になっちゃうから、うん、その多分精神的な部分とかの話あ、なるほどなるほど。いきなりこんなんしかってあ、じゃあ S ですねじゃあ S です。いやでもね、わかるよ、うん、俺もね、どんどん M になってきてやっぱりどんどん昔はほんまにそのなんていうかお尻叩いたりとかさ、うん、あとなんか首絞めて、いや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 、もう夜の話やいやいや、なんか S っぽいやん、うん、ところがどっこいで、俺もド M やから、うん、もうなんか終わった時におもんなって言われたことあるわ思ってたより全然 S ちゃうやん、おもんなって。俺だって4年前ぐらいに多分イガリアンがなんか今は抱く時代じゃなくて抱かれる時代やんって言ったじゃないですか俺はぁ、何言ってんねんこの先輩って思ってたけど、今めっちゃ気持ちわかる今めっちゃ気持ちわかる皆さん、もうね、男が抱く時代は終わりました、うん、これからは男が抱かれる時代です。そうですね、抱かれる時代ですね、これからはね。初めて会った時の印象は、うん、と今の印象はって俺に対する、うん、初めて会ったのは、はい、俺もう絶対忘れないんですけど、はいはい、レイブゲートって奈良のライブハウスで僕働いてて、はい、ヘイスミスが来ると、うん、で、あ、分かりました言って僕受付してたんですけど、はいはい、で受付の横に楽屋があって、うん、レイブゲートはねありますね。で、まあ、いかつい兄ちゃんがいっぱい入ってきて、うん、あ、これがヘイスミスかと思って、多分誰やったらなんかメンバーに飲み物何々と何々ちょっともらっていいですかって言われて、あ、全然いいっすよっつって作って、で持っていこうと思ったら、うん、楽屋の前に絶対入んなっていう張り紙してたんですよ。ってなって、これ入ったらわかるんですかなと思って、でも一応ノックして頼まれたし、もう鉄板って入ったら一発目視界に入ったのが猪狩さんで、猪狩がなんか見たのが怖すぎて、俺もこのバンドの面倒今日見切らんわって思ったの、めっちゃ覚えてる。っもっといい話してバリコワバリコワもっといい話一番最初あった。だってあれでももう10年
前とかそうやね、ネビゲーターもっと前ちゃうか、そうっすね、うん、で、その後にあのトレジャーで、はい、あの僕らのマネージャーの柳井っていう人間が、もともと猪狩さんが遊んでたクラブの店長、ストーンブルーの店長をやってて、で、なんか俺猪狩さん怖いっすわみたいな話を柳井さんにしてたら、あ、俺大丈夫か連れてってるわって言って、はいはいはい、一緒にヘイのとこ挨拶行ったらみんなバリフレンドリーって思ってたのとちゃうってな思ってたのとちゃうやんと思ってってなった感じでしたね。なるほど、最初の方はそんな、あれよ、あれその入るなってあれフリやで、いや、あの目は無理じゃなかった来てやあの入った時の猪狩さんの目は不利じゃなかった絶対来てやって思ってて、やっぱそれ書いてるだけで、いや関西の人だから分かるかな、そんな大阪奈良に持ってこやんといて奈良まだゆる穏やかなな。そうでもほんまそのレイブゲートで、そレイブゲートって柵とかステージもないから、あそうっすね、あのそうそうそう、俺が歌ってるマイクを支えてくれたり、そうですそうです、俺ずっと押さえてました、マイクずっとガーッと押さえてたらしい、ずっと押さえてた、すごいよね、うん、本当にごめんなさい、いやほんまにっすよでも今はもうほんま一番絡みやすい先輩って、あよかった、ね、関西の先輩なんで、ツアーとか行っても なんか俺ら多分一番飲むの長ならへん、オーラルの、うん、そうで、ホテルのロビーでも飲んじゃう、そうっす、1軒目行って2軒目行って、うん、ロビーで飲むみたいな、俺らロビー飲みって教えてもらったのヘイスもんね、あそうあれからうちのブッチっていう現場マネージャーがロビー飲みハマってもうてロビー飲みしようとかって、いやめちゃめちゃハマってるやんだからツアー中って俺基本あのじゃあ1日やって空いて次の日みたいな時の、うん、この中で俺飲まないですか、はいはいはい、だから俺あのヘイの時に軽く飲んでますけど、うん、あれヘイの時だけですから、そうあれヘイの時だけなんです当たり前に飲んでんのかなって、いや俺普段マジでライブ前に飲まないようにしてるんで、あそうなんや、なんか飲まんな殺されんちゃうから、ほらもうとりあえずもう余計なこと喋んな人生で一番モテた時のことを教えて二人ともって言ってます。いつが一番モテた？いやあれっすよ、だからそれこそポルチョの時終わって、はい、でなんか京都で飲んでたんですよね、その後多分、はい、一番最初出た時このポルチョ、うん、みんなでバーって飲んでて、でトイレ行きます言うて、でトイレ行って出たらそのなんか廊下なんですけどトイレ、うんうん、廊下に女の子20人ぐらい並んでて、で連絡先教えてくださいみたいな、俺怖くて走って逃げたんですよ怖すぎてクソモテやん、ね、もうその時が一番うわ俺モテてるって思いましたねあバンドって素晴らしいなって思いました。確かに俺の超特急は特にそういう時期があったからね。ああそうですね、なんかこれ大昔の話やけど、うん、ほんまに打ち上げ行ったらマジで100人ぐらい女の人いて、いやバンドマン十数人とかに対して、うわすっごいなと思ってたら、まあロットンの雄一君が俺のとこ横来て、うん、ガーンって来て、まだまだ来んねかっこよポルノやわそら好きなようにせよ、名前ポルノそらポルノやわ好きなようにせよって、かっこええな、そんな先輩になりたかったわほんま最近正直、うん、バンドってさそんなに遊んでたりむちゃくちゃな人って減ってきて、減りましたね、なんかすごい減った一時期に比べると、うん、俺これやっぱもっと復興していきたくて、うんうん、どんどんイメージ悪くしたいねやなんか言ってることは分かるかもしれないで、なんか本当に悪いことしても、うん、いまいち叩かれないみたいな、うんうんうん、そういう感じにしたいから俺もどんどんやっていくから、うん、来年の始まったかは期待しておいてください。あ、マジっすか。はい、もうワンサカ連れてきますワンサカ言うやん、ちょっと真面目なやつで、はい、どんな時に作曲したりメロディーが浮かんだりしますか。はずそういうのもありますよ。でも常にあのボイスレコーダーに撮ってますよ。あ、うん、なんかメロ浮かんだら、しかもなんかなんで今浮かぶみたいな時に浮かぶんですよ、はいはいはい、あの飯食ってる時とか、はい、
あのみんなでワイワイして飲んでる時とかにパーンって浮かんでまうから、うん、わここでなんか歌って飛んのもなんか空気乱すなと思って、はいはい、ちょっとトイレ行ってきますとかトイレの台で取ってメモって戻るみたいな。あ、そうなんや、うん、わ結構多いで家帰ってしっかり直す。まあそうだね。それってメロディーだけ取ってるってこと？メロディーとむずいんすよ。わかるわかる。むずいんすよ。あれ一気にやるやつ。あれな無理やね。無理っすよね。無理。であれねアプリで最近重ねれるやつあるんですよ。そうなんや。ボイスレコーダー重ねれるやつあって、それで重ねるっていうのも一個手あります。そうなんや。ありますあります。俺はあの手足でドラム叩いて歌う。それもやる。それでも時々入ってないことないですか？こっちの音。あと普通にそのメロディーにあの手持ってかれてなくて、ようわからんドラマーの凄さ思い知るやつやでもそれは俺も一緒やわ。そうっすよね、うん、みんな結構そうじゃないですか、うんうん、作ろうと思って作ったら全然作れなくて。そうやな。なんかそうやってA メロだけとか、うんうん、イントロだけとかいうのがもうほんま何百個もボイスメモとかにあって、うん、意外とそれでこうくっつけたりして、うん、あこれ合うやんとか。あそう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 、そういうのもある。えあのタイトルつけてます？あつけてる。つけてますね。つけてる。めっちゃ出さないですか？めっちゃやばい。つけてるタイトル、うん、俺はでも D で始まる早いやつとかそういう付け方ですね。俺この間トイレパニックっていうやばい。この曲マジオーラルでやったろって思いました。やばいやばい。トイレでどんな状態やったらあとヘイとコラボするならどの曲とかありますかって。え俺ねストップザウォーをね一回多分俺があのポリープなって、はい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 、その復活のツアーヘイ出てもらってて、うん、その時にワンコーラス、ワンコーラスもやってないんだ。サビだけかな。弾き語りでやったんですよ。え、そんなんあったっけ。そう全部やるの俺らのライブ。だからそれの続きやりたい。あ、なるほど。うん、うん、のめっちゃ思ってたっす。ちょっとその全員がいや全部覚えてるよな。嘘つけよ。全部覚えてますよね。覚えてますよ。あれもあったっすよね。あれな見て一番愛伝えたところや。 ありがとうございます。心からブレイたちだから。あ、ストップ・ザ・ウォーね、うん、マジでヘイのファンが許してくれるならそれ。いやそんなん見たい人めっちゃ多いんちゃう、うん、やりたいやりたい。俺らのバンドにコラボで誰か来るとかないもんな。全然来てって言ってないのに勝手にコイちゃんが出ていくんだ。結構そう。マサトもマサトもカリフォルニアとかマジであれ打ち合わせなしで突然来るもんな。確かにマイク奪われるから。でまあ、こう肩抱かれた時一番衝撃やな。え何何何何。そんなことヘイでないもんな。でもあれはめちゃくちゃテンション上がったけどね、うんうん、乱入テンション上がるからなんかもっとね、うん、なんかお互いがもう 入りやすい空間になればいいのにねって思いますよ、ね、うん、怒られちゃうかなと思うとか、うん、そうメンバー同士が OK でもスタッフの顔見ちゃったりとかさ、あ、めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。なんかそこがそうじゃないバンドも結構いるからさ、うんうん、絶妙なとこやんな。確かに確かにそうっすね、うん、俺らそう見られがちやしたらスタッフ怖いみたいな。そうやな。やっぱそのメジャーっていう時点で怖い。いやいや、メジャーはいです。オタクがあの珍しい側です。これに関してはそうか、はい、確かに。に関しては、いつも来てるお客さんとかって分かるもんですか。認知してるお客さんっていうのはいらっしゃいますか。これ、うん、結構多い質問でした。あ、マジっすか、うん、え、めっちゃ分かりますよ。分かる。これ別にマジであのそのファンの機嫌取ろうとかじゃなくて、うんうん、マジで分かるんですよ。へ、まあ、もちろんその自分の目の前にいる子とかはやっぱりすぐ結構あまだ来てくれてるわみたいなのはすごい分かるのは結構あると思うんですけど、うん、俺が一番なんかあーこういう認識の仕方もあるんやって思ったのがシゲの前のお客さん、うん、でもシゲ続行みたいなお客さんいるんですよ、はいはい、で俺一応ボーカルやから、うん、あの左右に行くじゃないですか、うん、左行った時にやられた時におい、お前やめたれや。それはないぞ、逆の思い方や。それはすごい。お前顔だけは絶対忘れへんからって
ていう覚え方もあるなって結構認識してるっすね。なるほどね、うん、なんかたまにさこう毎回毎回同じ人が一番前にいたり、うん、毎回同じ人が来るのがちょっと違うって思ってるミュージシャンの人たまにいる。いるっすね、うん、どっち派ですか。俺は嬉しいっすね。あ、嬉しい、うん、あのなんかいてあ毎回そんだけしてやってくれてんねやって思うし、はい、けど、うん、ただなんかその他のお客さんに結構こう一回迷惑かけてでも前取るみたいな子がいたんでそれは注意しました。あ、なるほどなるほど、うん、でもそういうことやってなくて前取ってるんやったら俺は全然嬉しいなって感じです。嬉しいよな、うん、あー分かるわ。俺らにもおるもんなそういう人ね。おると思うよ。なんかユージの目の前なんか固定でババおらん言い方言い方固定ば固定ば固定ばずっとユージにこんなんあ、それでもだからシゲのもあれでしょ。そうなんだ。だから多分猪狩さん前一回ユージ君の前立ってるやられるっすよ。お二人の恋バナ聞きたいです。恋バナでも一時期めっちゃしたっすよね。してた、ツアー回ってた時にめっちゃしてた。俺も多分ちょうどなんか真っ盛りで、で、猪狩さんが多分失恋え、そんな時やった。失恋後やったと北海道それじゃあそう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 名前言うの名前本当にやめます北海道でも北海道もやめてほしい言ってた方がいいごめん言っちゃった、まあ、まあいいんですけど、うん、はい、私はね本当にその北海道の人と別れたのを本当に後悔してます。あ、今も、はい、え、もうめっちゃ長ないですか。めっちゃ長いよ。だってあれ一生人をそれだけ愛してるってことですか。そんな気持ちでも5年くらいじゃないですか。もっとじゃん。もっともっと。いや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 、別れたのは多分4年5年4年ぐらいかな。結構経ってる。キモー。でもあのマジ興味ないと思うんですけど、最近ですね、うん。最近ちょっとスキビできました。スキビできた。スキビって言ってて、なんか今日楽屋入った時な、うん、みんなで言ってたけど、うん、みんなフレムシやった。俺は楽屋入ってちょっと最近ちょっと気になる子できたって言ったら全員フレムシ。僕あんなにかなしちゃんの結婚で盛り上がったのに。結婚はめでたいんですよ。好きな人できたとか、そんなの嘘ついてんちゃうか。そっち。全く信用できへん。え、あんまできないでしょ。この子みたいな、あの、あ、全然なんか、うん、わーみたいな感じはあるかもしれんけど。うん、分からんけど。危ない危ない危ない。みたいなやつある。危ないな。うん、この子みたいな。なかなかないです。なかなかない。で、この子ってなりそうなんですか、そのスキピは。なりす、うん、そう。もうちょいあの知りたいなっていうか。恥ずかしなってるよ。え、キモい。恥ずかしなってますやん。マジで。はい。ということでですね。これはちょっと毎回聞いてるんで、うん、ちょっと聞きたいんですけど、うん、2人とも、うん、最高月収を教えてください。ああ、はい。これね、うん、まあ、言えないじゃないですか。うん、普通に考えたね。なんかね、だからこうヒントとかでもいいですよ。ヒント、軽自動車が、あ、もう車の値段3台買えそうとか、あ、なんかそういうようなヒントとかでもいいですよ。それ言ったら分かるくない。めっちゃピーマ入るもん。え、なんかでもバーって いろんな人の曲書いて、うん、アルバム作って、うん、でフェス20ジャックぐらい出てみたいな時の終わった後の月収は、うん、笑ってるもんね、うん、結構やばかった。結構やばかった。ちょっと引いた。あ、引くぐらいもらえた。うん、めっちゃわかりやすく言うと、うんうん、あんまりうちメンバーで差ないんですよ。あの、うん、俺が作詞分ちょっと多めにもらってるぐらい、うんうん、でめっちゃわかりやすく言うと、シゲとアキラが高級車をすぐバーンって買った。おー、それはすごいんじゃん。から俺はね、俺は結構慎重派なんで、はいはいはい、もういつこんな水もんやから、バンドマンなんで、もう人気なくなったらもうそんな終わりやからって思って、俺は貯める派だったんですけど、めっちゃ分かりやすくバンバンって高級車買いました。
まあだから拓哉も別にポンって変えるぐらいの感じで終わったと。ありました。すごい、すごいね。いこんなん皆さんのおかげですから、ね、本当に皆さんのこれからももっとお願いします。すごい。いやこれは俺どんどんそういうの言っていきたいのよ、うん、夢がね。そう、うん、音楽で稼げないみたいな感じで見られるやん。あ、まあ確かにね、うん、そう昔よりは稼ぎにくいかもしらんけど、うん、全然稼げるから、うん、あの昔より興行収入は全体で増えてるんで。あ、確かにそうですね。ライブとか物販とかの収入は増えてて、うんうん、CD の売り上げが下がってるだけ。それはでもサブスクの回転とかでまたもらえるから、うん、これは音楽って儲からんってあんま思わないでほしいねんな。うんうん、そうっすね。うん、ありました。2人ともってことは、ね、俺の最高月収は28万円です。絶対。うわ、最悪やん。最悪やん。めっちゃ頑張った。さらけ出すで有名なこのチャンネル全然さらけ出してる。払い忘れてた年金で終わった。これは多分シンプルに、まあ、俺らの世代ぐらいのサラリーマンの年収ぐらいじゃないですかね。ああ、なるほどなるほど。おそらくそれぐらいなんじゃないかなっていう、うん、大体それぐらいが月収が最高かな。うん、もうちょいあるかなぐらい、うん、ですです。まあ、夢はありますよね。うん、夢あります、本当に。うん、ちょっとこれに付随する質問があったんですけど、うん、これも2人とも答えてっていう質問で、オーラルで一番高い家賃の人は、オーラルで一番高いのは多分最近変わって、俺最近ね、はい、家賃10万ぐらい落としたんです。お、そうなんだ。落ちた、住む場所が変わったから。その前までは多分俺やったと思う。ほー、うん、今一番高いのがまさやかあきら。あー、なんかまさやんがあの一軒家、うん、に住んでる。あ、まあドラムもあるしかな。そう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 、ドラムあるし、はい、駐車場ついてるからみたいなんで、はい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 、駐車場付き込みの家賃なんで結構いい高いとこです。なるほど。うん、でもマサイが一番高いんじゃないですか。ああ、ヘイは誰が一番？圧倒的カナスや。カナスじゃん。カナスはカナスの家賃じゃないや。多分知らんけど。圧倒的カナス。圧倒的すぎる。そうなの。ちょっとだってそれはそうや。まあそうか、相手が。それは置いといて。ね、なんぼ家賃？俺ですか。同じぐらい。あ、同じ、うん、みんな同じぐらいよ。あ、同じぐらいです、うん、俺も1万弱ぐらいやから、うん、同じぐらいやな。うん、うん、なんすね。いや、喧嘩しないといてや、喧嘩しないといてや。止める止める。なんかすんだろ、人悪いで。いや、変わらない。あんま変わらない。何がそんな違うの。あんま変わらない。意味が分からない。あんま変わらない。全然あんま。あ、これね、めっちゃ多かったんですよ。あの、お仲間 VS トリプルアックスはないですか。ないんじゃないですか。おい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 。え、やりたいですかこれ。別にやりたくないでしょ。なんか俺はそっちの空気感察してる。そんなことないよ。え、別にやりたくないっていうか、そういうやりたいどうしてもっていう感じでもないかな。あ、まあやったらでも盛り上がりそうですよね。絶対楽しくなると思う。で、これ今言ってんのは、あのシムとコールドレインの意見を俺は知らん。え、うん、俺の意見で、まあ、トリプルアックスはトリプルアックスでやったらいいし、うん、お仲間はお仲間でやったらいいんじゃないって思ってる俺は。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあこれやらんでいいんちゃうっていうことでしょ。うん、うん、自分からやりたいっていうのは別にないかな。うん、でなんかたまたま会場かぶったみたいな感じでいいんじゃないですか。めちゃくちゃやん。そんなことある。なんかトリプルアックスで告知する、お仲間で告知すんねんけど場所一緒。やばいな。勘ぐるよな。日も一緒やんなみたいな。俺はプラスよ、うん、プラス、まあこういうのってなんか先輩からねえねえやろうよっていうのをなんか言いたいなと思うのよ。ああ、なるほどなるほど。なんかだから誰かがやろうよってなった時には俺は多分乗ると思うよ。マジですか。自分からっていうのはないと思う。 お仲間嫌いなやついないですか。大丈夫ですか。お仲間ブルエントフォーリミアンなの。大丈夫です。大丈夫です。正直こんなこと言ったら関係いいか分からんけども、なんか YouTube でやらせてくれへんのかな。それ何を。お仲間 VS トリプルアックスクイズゲーム。いやいやいや、ライブちゃうんや。え、ライブの話やで。ライブなんや。ライブちゃうんや。ライブじゃなくてもあれ。いやいやいや、クイズゲームは絶対やれるよ。バラエティ番組の方。ま
まあでもないことはないってことですね。ないことはないかも。まあそのうちありえるかもしれない。うん、うん、そうって感じですね。そうっす、はい、はい、こういうのもあります。なんでヘイはパラデジャに読まなかったんですか。次の泉大津呼ぶからです。え、あ、はい、あ、もう、はい、こんな感じで言うの。え、そうです。だってこの間の泉大津はあの譲ってもらったじゃないですか。日程ず譲ってもらってそのまま泉大津で俺らやらせてもらったんですよね。やから次泉大津戻ってやるときはヘイ出てもらいたいなって俺ら思って。そうなんや。そうだから今回呼ばずに次の泉大津で呼ばず、あ、てか次泉大津でやるって今言っちゃった。そうだよ。いやいや、俺違うかったよ。俺マジでいろいろ驚いてんの。こいつ何言ってんの。マジで大丈夫なの。いや、ほんまに何言ってんの。いいっすよ、泉大津でやりますよ。あ、言っていいの。はい、いつか分かんないですけどね。あ、確かにね、うん、ものすごい発表やん、これ、うん、この YouTube チャンネル。そうそう、 YouTube 上がった後俺ら結構な大人から怒られてる。それの責任取ってもらっていいですか。いや、お前だって俺らはそう決めてるから、あの多分そのスタッフがなんかもう大事故起こらん限りはやろうと思ってます。はいはいはい、おー、すごい、すごい、だからもうそれはもう出てください。わかりました。はい、うん、今オファーかけたんで出ます。出ます。早めに教えてください。そういうことでした。わかりました。はい、今回呼ばなかった。素晴らしい、すごい、すげえ。もうこれサムネ決定やん。そうやん、発表の仕方やん。だってもう、だってサムネパラサイトデジャブ次回開催発表って。それは怒られる。いや、だってもう言ったそれは怒られると思う。日程はまだ知らないけど、まあ、次回までやるってことだ。まあ、そうそうそう、はいはい、うわ、すごい話聞けたやんか。はい、じゃあもう真逆の、好きな単位ってありますか。あ、でも俺はもう正常位。全部見れるやん。あの、その顔で普通に答えやめて。いや、マジでマジでマジで、おもろい、マジで正常位。正常位一択です。バックつまらんっす。正常位一択っす。マジで。なえ、お尻ですか、好きなの。うん、おっぱいですか。俺はあんまそういうのない。あ、ないんですか。うん、え、じゃな、何、え、ないんすか。普通は悪くない。俺はもうおっぱい触りたいとかそういうの ないねん。そのなんかお尻触りたいとか全然なくて、うん、なんか向こうを気持ちよくさせたいって気持ちだけやねん。あー、やのに M なの。あ、そうやね、うん、やばいやん。え、だから俺はもう、いや、向こうを触りたいってあれがないから。あ、なるほどなるほど。おーってしてもうただただなんかあんあん言うてるだけやねんけど。気持ちよくさせたいけど M やねんな。だから気持ちよくさせたい気持ちはあるからめっちゃ触るで。あー、なるほどね。あ、そういうことね。そういうことね。触りたいっていう気持ちが全然ないのよ。ないけど、もう触らないで気持ちよくなれへんよねっていうことで、ね、向こうも気持ちよくさせたいからめっちゃ触るから、向こうのリクエストには全部答える。あ、なるほどなるほど。向こうがどついてって言ったらどつくし、うん、向こうが縛りたいって言われたらもう思いっきり縛られるし。想像したくね。向こうをに喜んでもらうっていうのが、うん、まあベスト大前提ですね。なんすか、みんな逆に。俺も正常位じゃない。やっぱ正常位がやっぱルーツやろ。ルーツっすよね。俺もそれ思うんですよ。だって顔見れる、ね、でおっぱい見れるでしょ、うん、あ、でも俺騎乗位も好きですね。なんやねん。おっぱい見えるし。そうそうそう、よくよく考えていったらめっちゃ好きなんだよ。めっちゃ騎乗位も好きです。全部好きなんやろ、うん、そうっすね。どうでもいいと思いますけど俺は対面座位が好きです。あ、好きなんや。好き。対面座位した時にこう抱きしめるやん、うん、その時にあの向こうが汗かいたりしてると可愛いなって思う。あー、いいですね。いいですね。いいですね。いいわ。そういうシチュエーション長らくないな。ないなー。ないねー。あってほしいよ。山田君が思う猪狩のいいところありますか。あ、フラット。あ、なるほど、うん、めっちゃフラット。なんか威張らんし、なんか俺威張ってる先輩めっちゃ嫌いなんだ。誰誰っ
っていうか多分この周りにはいない、仲良くしてないもん。ああまあ確かに確かに。だからめっちゃフラットやし、あとやっぱおもろい、あの関西人のなんか波長ありません？はいはい、あります、うん、なんかその波長が合うし、こう、あ、ここ突っ込めってことねみたいなやつがすぐ分かるから、はい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 、すぐ突っ込める、はい、うん、からめちゃめちゃ会話しやすいな。だってこの結構打ち上げ俺ヘイのとこ逃げてる説ある最終ね、うん、最終いるよな。だってこの間も横みつるくん前いがりゃんやまあ最終そういうの結構あるよな、うんうん、俺らも絡みやすいもんな。そうやね、オーラルが絡みやすい。シゲと俺はでもあそこまで波長合ってるんがめっちゃビビってますけど、ね、え、なんで？あのシゲってめっちゃ変じゃないですか、うんうん、俺とアキラは全然ハマってないです、波長が。シゲに？シゲに今も？今もシゲだけ笑ってるんですよ。あ、俺らは全然、え、今何が面白かったの？はい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 、はい、なってるんですけど、まあ、それがいいんですけどね、うん、俺あれ好きやで、あの変な感じが。なんか喋れてるからすごい。まだまだ分からない。すごい、まだまだ分からん、奥深いな。なんかどれかあるかな。なんだろう。猪狩さんのやらかしエピですか。え？そんなんある？カットしてもらっても全然いいんですけど。うん、あの俺ほんまに多分。うん、頼むで、何言ってるの？ほんま頼むで、うまいこと喋ってや。うまいこと喋りますね。なんか知らんけど、なんか多分俺らは俺らでライブしてたんですよね、仙台で、うんうんうん、で、ヘイはヘイで多分ライブしてて、うん、その次の日が俺らヘイのツアーで一緒みたいな感じなんです、はい、で、俺らは夜打ち上げ終わって、はいはい、あのコンビニ小屋あゆて商店街のコンビニで物買うて、はい、でほんでホテルまで帰ろう言うて、で帰ってたらなんか「はぁ！」っていう声聞こえてて、うん、ってなってわーって見に行ったらなんかジャイアントスイングされてる女子いてなかなか商店街でジャイアントスイング見えへんねんって、おもろい街やな思ってそうやな、うん、ほんでわー近づいていったら猪狩さんがもうあの商店街でこうちょっとなんか外で飲めるみたいなね、うんうんうん、感じのでしたけどギャルみたいな子が歩いてきて、うん、おーい飲むって言ったら、うん、飲むって言ってポンって座ってきて、俺二言目ぐらいで、うん、ジャイアントスイングしていい？なんでじゃん、なんでなんやばいやつやん、やばいやつやん、なんかジャイアントスイング流行っててんな、うん、でしていいって言ったらいいよとか言うからジャイアントスイングしてたほんまにあの光景一生忘れてなんか俺シルエットで残ってるなんかあの光景で今ではねありえませんけどね、うん、本当にね、はい、あの時代を象徴するストーリーでしたねあれはちゃんと許可取りましたからいいよ。ジャイアントスイングしていいって聞かれて、ジャイアントスイングっていうものを知ってるのかその女子は果たして。ああでもいいよって言ったんやんな。あの俺がこうしたら、うん、こうしてたから。あれの知ってるやん。知ってるやん。何回かやられてるやん。最初はもう顎も引いてる。ちゃんと守ってた。じゃあ最後この話やばいな。確かにやらかしました。本当すいませんでした。いやというわけで、はい、オーラルから拓也今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあの違うね。企画とか、はい、ぜひ読んでください。なんか普通に遊ぶ企画とかやりたいんで、うん、遊びたいね、うん、遊びましょうよ。お願いします。暇なんで遊んでください。またちょっとタクヤとこういうことしてほしいなとかあったらコメント欄に書いてください、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はオーラルシガレッツからタクヤでした。ありがとうございました。ありがとうございました。